アンダーでございます。すごくですね、実は久しぶりの撮影なんですけど、髪型がねすっかりとこう変わってますけども、実は私はですねこう2週間ほどぶっ倒れてましてね、まあコロナではなかったけれどもコロナだったんじゃないかなと思うぐらい、まあ自分の中ではね、まあ本当久しぶりすぎてようやく回復したということで、撮影に臨むとともに髪の毛もだいぶ伸びてね、いますけども、お前誰だって感じになりますけどもね、早速ね、スタートしたいと思います。今日のテーマはですね、人生の中でねこう人がいろんな人とこう関わっていきますよね。私ももちろんそうですけども、あなた様がこれからねまたさらにこう素敵な人生を送っていくために、今日はどういった人とねこう関わると人生を損してしまうのかということでね、お話をしたいと思います。いくつかね、あるんですけども、一つずつね噛み砕いていきたいと思いますね。まず最初の一つ目はですね、これは誰でもわかることだと思いますけど、絶対これ良くないよなっていうのでねいきますと、人を見下す人っていうことなんですね。もういるでしょ、人を見下す人ね。まあ社会に出ると、まあ一番身近で言うと、まあ先輩だとかね、上司とかね、いるようなイメージもありますよ。それはでも子供の時からね、ありますよね。なんか友達だなと思って、こうね、中にも、まあそういった、こう、あいつってさ、みたいな、とかね、言いますよね。ですから、どこに行ってもこういる。ね、人を見下す人。まあなんでこの人を見下す人といると、ね、損するのかって言ったら、まあ、わかりますよね。で、私なりの見解で言うとですよね、単純に、その人の周りに、本当の友達とか仲間とかっていうのはいないっていう方がほとんどなんですよね。あとは私の自分自身のこうモットーの中で言うとね、私の人生のまあ座右の銘の中でね、自分が困った時ですよ、ね、あなた様とか私が困った時に何人の人にこう手を差し伸べてもらえるのかっていうのが私の実はこう人生の座右の銘なんですね。ですからこの人を見下す人っていうのは私の人生の中では、私の人生の中ではですよ、ね、私の人生の中ではいらない、うん、っていうことなんですね。ですから、まあ、あなた様の周りでこう自分自身を例えばですよ、まあ、あんまりこう普段バンバン言わないですけども、あなたのことを見下してこうなんか邪気にするような感じの人とはいない方がいいですよってことなんですよね。でね、本当これは私のね、チャンネルをご覧になっていたあなたの味方ですから、もう本当そういう人がいてほしくない。あなたの素敵なところをとにかく引き出してくれるようなね、人といてほしいなと思いますから、こういう人とは絶対いてほしくないですよね。じゃあ次、次何かっていうと、嫉妬してくる人なんですよね。うん。ね、いるでしょ。嫉妬してくる人ね。まあ仕事だとか何でもね、そうですけども、ただ子供の時でも何か成績が良かったりとかね、ちょっとこう一人も引いててるものとか持ってたりとかねできたりすると、いましたよね。この嫉妬してくる人といると損するって何でかって言った時に、お互いのためにならないんですよ、嫉妬って。うん、嫉妬をじゃあプラスにしましょうってことじゃないですか。僕らはね、僕らですよ、このね、あなた様と私の中では。この嫉妬じゃなくて、じゃあ嫉妬しないために何かっていう時に認めるってやつなんですよ。認める。自分に持ってないものを引い出てる人っていうのは5万といるでしょ。で、この嫉妬って何かって言ったら、近くにいたり、近くに見えてるから嫉妬なわけですよ。でも、テレビだとかね、雑誌だとか、例えば TikTok だとかね、私はよく TikTok 見るんですけど、まあすごいなと思うけど、自分の身近な人じゃないから、そんなにこう嫉妬とかってやっぱ感情って生まれないわけですよ。生まれますね、あんま生まれなくないですか。ああこういう人っているよねぐらいで済むわけですよ。でもこれがあからさまに出るのが今のこの時代ですよね。アンチですよ、簡単に言うとアンチ。人のことをディスったところでどうなのっていう、すっきりすんのかな。私はちょっとその辺の感覚がわからないんですけども、まあでも人としてそういう人たちが実際山ほど世の中にいるので、まあそういう感情があるってことは理解がねできますよね。あなた様の人生の中のそばに、嫉妬する人と
と一緒にいることはないよっていうことです。例えばさっきの一つ目の人を見下す人とかね、嫉妬してくる人とかって言いましたけどね、これ何かって自分にも投影するわけですよ。自分も今から私がこう話してるね、人生をあなたが関わってると損する人っていうことで今日言ってますから、自分の大事な人とか自分が関わりたいなっていう人たちに、自分が今日言うこれから話も全部しますけど、このいくつかの項目のね中に自分も入らないようにしましょうねっていうことなんですね。そうするとじゃあ何が起きるかっていうと、逆の効果が現れるわけですよ。好まれるってことなんですよ。あの人といると素敵だねになるんですね。ここだからすごくポイントで大事なところですよね。次何かっていうと、嘘ばかりつく人。まあこれでも、あなた様の周りいます、今。いるっていう人もいるか。あのね、私の周りではだいぶいなくなったかな。なんかちょこっとなんかその嘘いるみたいなバレバレの嘘をつく人とかいるけど、でもなんか大嘘とか嘘をつき続けるような人はいないので。ただね、昔ですよね、昔は言いましたね、何でもかんでもなんかこう知ったかぶりの方が多かったかな。なんかくだらないなと思ってね、なんでそんなレベルの低いことわざわざ自分をなんか舐められたくないのか、バカと思われたくないのかわかんないけど、なんかそんな人いたんですよね。もう今お付き合いないですけどね。まあ嘘ばっかりつく人ってまあ単純にね、ろくなことないですよね、やっぱりね。なんでか信用つかないでしょ。信用がつかない。だから自分自身も変な嘘つくぐらいだったら正直に言うとかね。言いにくいことでも嘘つくぐらいだったらちゃんと言った方がいいじゃないですか。でもそれって何かって時に、人とちゃんと向き合ってるかどうかってことで相手に善意が見えるかどうかってわかるでしょ。だからそういったことっていうのはもう当たり前だから、ろくなことがないってことですよ。ただ一個だけですよ、これあくまでも私の観点で話しますけども、素敵な嘘はつこうってことなんですよ。でこの素敵な嘘って何かって時に、後からバレてもバレた時に相手の方が喜ぶ嘘ね。これなんかちょっとサプライズ的な嘘ですよね。これはよく私はするんですよね。で、なんでかって言った時にも、なんだもう、サンダー言ってくれればよかったのにって、後でバレた時に相手が笑顔で突っ込んでくれるような時が、なんかたまらなく私はこう嬉しいんですよね。楽しい、単純に。だから相手に喜びを気遣わせる嘘はダメだけど、喜び合えるようなウィンウィンじゃないけど、なんかそんなようなんだったらまあいいんじゃないかなっていう気はしますよね。あとはこうなんかね、男女間で言うとね、まあ最近も恋愛の相談とかもあるんだけども、まあそういう部分で言うとですよね、わざわざなんか言わなくてもいいことを言う必要ないからだから相手が傷つかないようなためにね、嘘をつくっていうよりも黙っておくっていうようなねこともちょっとなんか似てるのかなと思いますけどね。じゃあ次行きましょうね。次はね、時間を奪ってくる人。これね、年齢重ねてくるとですよ、お若いね、あなた様だったら別に、もし年齢がね、だんだんちょっと積み上げてきたなと、重ねてきたなっていう方であれば、一番ここ結構感じるんじゃないかなと思うんですよね。これね、私が、年齢後悔してないんですけども、まあいい年になってきたんですよね。で、私的には、今日こうお話ししている中で、一番実は、この時間を奪ってくる人っていうワードが、ものすごく響いてるんですね。で、この時間を奪ってくる人ってね、何かっていう時に、よく私の動画の中でもね、私が好きなっていうか、人生の中でこう大事だよねって思うことがあるから、よく喋ってるんですけど、人生って、なんかこう、普通に生きてたりとか、何も考えないでいると、一生なんかずっと生きてる感じしません？でもね、ちょっと話あれなんだけども、私実はこの 2,3 ヶ月で近場の人とか近場の方の大事な人とかも含めて実は4人も亡くなってるんですね。年齢重ねてくると自分の身近な人がだんだんとこう亡くなっていくとかっていうのは起きるでしょ、全員ね。だけども私の場合は実は小さい頃からもう身近な自分のことをね、なかなか友達がいなかったのに、
僕がいじめられてあいつ汚いでなんだって言われてても、それでもなんかこうね、僕のことを友達として関わってくれるような子とかがいたんですよ。でもね、そういう子とかがこう亡くなっちゃったりとかね、ちっちゃい時から自分にとって大事な人とか亡くなっていくなんか体験がちょっと多いってよく言われるんですね。ですからなんかこう自分自身の中でのその人生ってやっぱ一生じゃないなっていうね、無限じゃないなとか、そういったことをこう僕は結構なんかね思ってきたんですよ。だけども自分が年齢重ねてきてね、この時間を奪ってくる人って言いましたけど、ある一定の年齢来てから、もう今なんてもろそうですけども、あの言葉選ばないで言うとですよ、こいつといても無駄だなっていう、この人と関わっても無駄だなとか、で、あの、今日のこの損する人っていうワードで出てきてるけども、まあ実際にあの、一番面倒だな、時間奪われたくないなって僕が思ってるのはね、どんな人かっていうと、もうとにかくこう、人の悪口とか、不満とかをずーっとなんかこう酒飲みながらでも言ってる人とかね、一緒にいて、いい影響をいただけない人、言葉気をつけよう。そう、いい影響をいただけない人とか、笑顔でいられない人、嫌でしょ、嫌じゃないですか、あなた様も。ね、嫌でしょ。だからね、それを、例えば、20代とかね、若い時って、まあまあ、そう言ってもな、みたいな感じでいられたのが、だんだん年齢重ねてきたら、いやいやいやと。そんなこと話すためにあの集まったんじゃないしみたいな感じになってきたんですよね。これまあおっさんになってきたんだなと思うけども、でもリアルに感じることなんですよね。じゃあ次行きますね。次ね、挑戦を止めてくる人、これはねずっとかな。挑戦、例えば僕だってね、まあないろんなこう仕事してても、特にね、私の周り事業者が多いから、基本的に、なんかチャレンジしてない人に、こういうことやろうと思うんだよねっていうと、基本的にノーなんですよ。で、私自身がね、一番最初にこの挑戦を止めてくる人っていうのは、一番最初に経験したのが、バレーボールやってたっていうネタめっちゃ喋ってるんですけども、15歳だから中学校ですよね。13、14、15歳で中学校時代でしょ。で、私がバレーボールを高校からチャレンジするって言った時に、物の見事に全員反対だったんですよ。どうせやめんだからとかね。どうせやったことないのにお前なんかが言ったってっていうような蓋を閉めてくるわけですよ。でもこれって何かっていう時に、いい大人になってからもね、そんな人山ほど出会ってきましたけども、一番こう、今日損する人で喋ってるけど、逆のことも喋ってるから言うと、そのチャレンジを応援っていうよりも認めてくれたりとか、応援してくれる人ってやっぱいるんですよ。少ないけど。新しいことチャレンジする人ってね。だからそういったことをこう分かっておいてほしいって感じ。うん。それは年齢関係ないし、チャレンジなんて。だっていつ死ぬか分からないってことをさっき時間の無駄で奪ってくる人って言ったけれども、全部ひっくるめてもね、全部よ。全部ひっくるめたとしても、この挑戦止めてくる人ってね、あんま良くないかなと思う。うん、正直。でもね、一つ、自分のチャレンジする内容ね。チャレンジする内容を、こう、諭してくれたりとか、修正してくれたりとか、アドバイスくれたりっていうような人っていうのも結構ね、いそうでいないんですよ。いや、無理無理っていう人間は結構いるんだよね。めっちゃいる。ものすごい。でも、それをこう、いい方に、向けたりとか、違うこととか、夢とか、希望とか、チャレンジ内容を、いや、お前だったらこうしたらいいんじゃん、みたいな。この方が向いてるよ、とかっていう、自分を分かってくれてる上での物事を言ってくれる人だったら、挑戦を止める人じゃなくて、挑戦を後押ししてくれる人だから、そこをね、ちょっと間違えないでほしいなっていうのはありますよね。で、次なんですけどもね、責任を押し付けてくる人、これいるよね。一番なんかパッて今思い出したのが、子供の時に、うちのお袋にね、怒られたんですよ。
僕がね、なんか悪いことしたんだね、きっとね。でも、いやいやいやと、あの、責任転嫁ですよね、簡単に言うとね。いや、俺は怒られるじゃないですか、例えばね。あの、お袋から怒られて、うわーっと思って、いや、でもこいつがやろうって言ったから、みたいな。なんかよくあるでしょ。うん。それが大人になってってね、だんだん大きくなっていった時に、あの、言葉が完全にこう、責任っていうものになってくるでしょ。重くなってくるでしょ、だんだんね。ってなった時に、あのね、どういう人が信頼受けるのかって言ったら簡単ですよね。責任を受け負える人ですよね。うん。そういう人にやっぱみんな信用を向くでしょ。ってことは逆だから、自分自身のね、ことをね、責任を押し付けてくる人ってことは、まあ、しょうもない人ですよ。言い訳ばっかするような感じで、いや、なんかこう、押し付けてくるんでしょ。関わることさえも無駄なことって当たり前だよねぐらいの人ですよね。あの、やめましょうね。で、次ですけど、自分が一番正しいと思ってる人いるよね。いる。でもね、これね、私もね、あの、思いがちな時がある。これね、あの、ほんと人のこと言えない部分はあるんですよ。あの、やっぱりね、こう、なんかこう、自分のことを押し付けてんじゃないかなっていう時期ってね、時期じゃないな。やっぱ一生あるんじゃないかな、これは。ただ、相手の人が大事でね、大事で、めっちゃ大事で、こう言い切るときと、相手の気持ちとかを分からずに言っている自分が一番正しいと思っている人とはちょっと違いますよね。なんでかって言ったら、気持ちが届く人は、やっぱ相手のことを分かってて、ガッて自分の意見を言うでしょ。で、これって多分ね、おかしくあんまならんですよ。僕が今言ってるのは何かって言ったら、相手の気持ちも意見も聞かないで、単純に、いや、お前こうだ、ああだ、ああだ、こうだ、こうだ、みたいな感じで責め続けるような意見しか言えない人が、自分が一番正しいと思っている勘違いな人ってことなんですよね。だから言うでしょ、勘違いやろうみたいな感じでね、言葉選ばれて言っちゃうとね、まあやめましょうねってことですよね。最後、うん、頑張る人を素直に応援できない人、さっきも言いましたね、これね。あのね、人って、やっぱなんかこう見にくい部分っていうか、ちっちゃい部分があると、ちっちゃい部分がね。で、これ何かって言った時に、自分よりも頑張ろうとしてる人が現れると、いや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 ってこう抑えに入るんですよ。これ結構多いんですよ、めっちゃね。だからさっきのね、あの、挑戦を止めてくる人と似てるんだけども、ほんと無駄。自分にとってで、いやー、なんか自分の考えはいいんですよ。全員持ってるから。いいんだけども、自分の可能性を、あの、引き出してくれる人がいいって言ったでしょ。ってことは、自分自身の中ではそれ無理だなと思ってても、いや、あなただったら大丈夫っていうところを見出してくれてる人の意見を聞いて、それを素直に結構うまくいったりするわけじゃないですか。でもね、あの、この頑張ってる人を素直に応援できない人っていうのは、まあ簡単に言うと、自分の中での可能性を止めてる人だから、相手がね、自分より生き生きしたりしてる人を見るとムカつくわけですよ。でもこのね、感情とか思ったことってないですか？これもね、ちょっと恋愛の話になってくんのかな。あの先日相談を受けたお客様の中でもね、いたんですよ。あの、シンプルに自分の友達とか自分よりも可愛くないと思ってた子がね、結婚をするって。自分は結婚してないから。自分より可愛くないなと思っていた人が、人生の伴侶と出会って結婚するってなった途端に、結婚式に行きたくないんですけどって。そういうのってどうしたらいいんでしょうかっていう。まあ、ありがちな相談があったんですよね。ってことは、相手の喜びだとか、相手の幸福とかね、ハッピーな出来事に共感をできない人っていうのはやっぱりいるんですよ。これね、あの、私自身も、あの、結構昔に自分を試されたなってことが結構多かったんですよね。で、やっぱりね、こう、僕の中ではですよね、もう割り切ったんですよ。相手に対して喜びを自分が共感できることによって幸せが自分にも返ってくるってことがちゃんと分かってからは、人のこともちゃんと喜べるようになったんですよ。ですから、自分自身の中でもね、この頑張る人は素直に応援できない人とか、挑戦を止める人っていうのがいるかもしれないけども、まあその辺はね、
もうほっときましょうって感じです。うん。なんでか、挑戦してるあなたの方が素晴らしいからってことですよね。自分自身の中でもね、こう、関わると人生を損する人っていうのがちゃんといますから、それをね、こう分けてね、私たちはね、また前向きにチャレンジできるようにね、生きていきたいと思いますよね。さらなる人間関係をね、素敵な方向にするためにもね、ぜひ活かしていただければなと思っております。またね、次回お会いしましょう。ぜひね、チャンネル登録、そしてね、グッドボタンね、見終わったとぜひ押してください。ね、また次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。